毎度セイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。さあ頂上やりましょう、クラシックねやっていきます。ジョーカーさんね先制バトった、まあ、クラシックおもろいんですけど少ないね。月で2回しかないよねクラシックって。もう少し欲しいけどね。クラーク取られましたね。ミスタービッグとチャンコーハン取ろうか。クラーク嫌やな。クラークは嫌っすね。全滅を狙いたいな。だからビップ強いですけどね。ビップだけ取るか。であとハテナ行こう。霞あたりっすね。アンヘル取られました。あとはもうハテナ。あ、シェルミー余ってる。シェルミーなんか取るそぶりしてましたね。オロクリオロシェル。オロシェルはそんなに強くないけどな。これはね、チョイビリーかな。全滅を取りやすいんで、チョイがいたら。チョイビリー。先生こっち。クラーク。ハイデルモか。レオナもおるっすね。イカリパやな。ラルファいなかったけど。カメ、トラ、ヘビ、クマ。シコンっすね。これで行くのか。ヘビがウィップしかいない。これあかんな。ウィップはね、先に出すキャラちゃうんで。こんな感じかな。こんな感じで行って全滅っぽく行きたいですね。ウィップはね、やっぱり、後で出すキャラですね。ピンポイントで狙い撃ちできるんでね。チズル溜まる今ので。緩く叩いたけど、沈黙せんへんかった。これは、ビリーな、使わんでいくか。使わない。で、こっちゲージたま、あ、もういらんわ。もうクリティカルいらんねん、ミスタービッグ。マジかよ。もうこれだけでだいぶ変わる。ほんまに変わる。これ今のチズル絶対下げてたと思うんですよね。倒してなかったら。で、そのままね、あ、ちょっと待ってよ。ハイデルに倒せるっすね。で、そのまま、全滅を狙おう思ったけど。ここハイデルに倒します。ハイデルン安売りしてるけど、いいんかな。クラーク出すつもりかな。まあ、こっちチャンコーハンがいるんでね、一応。まあ、全滅仮に取られても、チャンコーハンが復活する可能性はね、ありますんで。アンヘルレオナ。採取使ってきた。クリティカル、わー、チャンコーハン復活。レオナはミスタービッグに来る。これ、シェルミー倒せないでしょ。ミスタービッグは必殺一発撃ってるからね。まあそんなに、痛くはないけど。シェルミ倒れないね。うわーでも沈黙痛いな。であとクラークか。ウィップは最終、アンヘルに飛ぶんで、霞とウィップ出しますか。こんな感じでね。アンヘル一発、デバフ入れとこう。で、重ね当て撃って、で、ここのレオナ叩く。ゲージはまだたまらんやろ。シェルミーの、いか、あれ、嫌っすね。スキル。沈黙ね。でもな、溜まってないね。シェルミーやめて。よし。オッケーオッケーオッケー。ほんで次、クラーク、来るとして、まあ、霞前に出しとこうかな。どっちにしろシェルミーやられますんでね。クラーク出されると。打ちます。さあ、チャンも使う。まあ、霞いたら全滅はないやろ。ここね。これもクラークとあと1体ですよね。クラークと何やったかな。あともう1体。もう1体いるよね。いなかった？ V スラ生きて。クリティカルいらんねんな。マジでマジで今のウィップクリティカルじゃなかったら生きてるけどな。オロクリチョイめっちゃいいっすね。やっぱチョイ取っててよかった。これチョイのおかげで全体的にダメージ与えた後に、霞で怒りダウン取れる。ちょい強いね。しかも高烈2体下げた。おってか、もう取りましたね。いや、ちょいが悪人だったんちゃうかな、今のは。で、あと1体いなかったっけな、向こうの方。8体倒してる？あと1体いる気が、ですよね、7体ですよね。なんで出せへんかったんやろな。ちょっと、今の出されてたら展開変わったと思うんですけどね。もう一回行こう。まあ、クラークが、怖かったけど、まあ、霞のおかげもあるかな。なんていうのかな、しつけ、しつみさん先生取られた。うわ
微妙やなキャラ。何これ、イオリかエイジか。イオリ取るか。あんまりねそそらんないよりはエイジ欲しいけど。よし、ブルーマリーはねそんないらないんですよね。エイジとラルフ取っときましょう。ラルフ防御型なんで。であとハテナ、おお防御2体出た。そうやったらラルフ後回しでよかったけどね。まあ結果論ですけど、テリー・ロバートでアテナ丸かな。いやユリか、おキムか。まあその3体の中だったらキムが一番いいんちゃうかな。あーハイデルンや、ハイデルンめちゃくちゃ強いね。この僕のこのキャラか、こっちのチームからするとハイデルンがめちゃくちゃ強い。防御4体いるんでね。で先制取られてるってことは、マキシマキム出して、テリー置きながら、まあエイジかなやっぱ。そうですね、マキシマまずHP 減らしてから、あ、ハイデルン出さない。なんでやろ。マジで助かった。めまいいらんのよ。マジでめまいいらないんよね。まあ、キム前かな。パワーチャージ。マキシマ後ろにしてもよかったかな、今の。昇降拳食らって必殺打つっていうね、感じでもよかった気するけど。硬くなれとったからね。むしろここ、調整できそうですね。あ、調整できるならええわ。ここは倒さないユリを。よし。で、あ、ユリそこか。雷光剣。キムやられますね。キムやられるんですが、あ、今のクリスで回収しなかったな。クリスで回収してたらゲージ溜まってたけど。ってことはクリスはまだ溜まってない。どうしようかな。入れるんか。これはちょっとむずいな。イオリ出したいとこやけど、まあ、ヤシロ出すか。ヤシロ行きましょう。で、エイジから。もう行きます、ここ。あー、ビリーいらんねんな。ビリー出てしまったわ。出てもうたな、ビリーが。マキシマオンゾンかな。ビリーが出てなかったらまた展開変わるんですけどね。斬鉄派使って、で、マキシマも使って、ダイモン倒しに行ってもよかったけどな。ビリーが出てなかったら。お、キャラ出さない。もうゲージ溜まってますけどね、クリスとか。ベニマルはさっき言ったか。このまま行きます。状態異常結構してますね。ここでマキシマ使って、倒せないの。そうなんや。倒しに行ったのにな。で、パオ。パオ、これクリスに入るんじゃないかな。パオ、アテナ。クリスに入ると、これどうなるんですかね。クリスとして復活できるんかな。ま、あの、ヤシロガード1回ぐらいしてほしかったけどな。ガードがあるとないとで、全然変わりますからね。復活ないの？いやー、これややこしいで。復活のバフはクリスに入ってて、ラルフは出したらあかんな。まあ、マキシマ前にして、ロバヤン行っとくか。これで行こう。クリティカル上げてから、テリーはね、まあ使ってもいいかな。クリティカルきっちりやな。いいっすね、ロバートの繰り上げは。お、いいね。で、ここマキシマゲージ貯めて、テリー前に出したいな。クリスお前。マキシマ溜まるかな。いやースキル出てよ。あー溜まった。よし。あ、ちょっと待って、この HP なら硬くなるっすね。そしたら、ここは使う。硬くなるなら当然使う。うん、ギリギリっすね。でこのクリス復活の可能性ありますけど、どう復活か。これクリスとして復活。あ、オールクリア。ってことはパオのバフは効かなかったということね。効かんというかクリスで復活はしてない。ブルーマリー、ここに来てブルーマリー。オルクリは溜まってないですよね。ベニマル忘れてた。ベニマル、オルクリ溜まるの。やばいぞ。マキシマ頑張れ。まあアテナはええわ。マキシマ頑張れよ。ここはここ頑張らない。やばい、頑張れ。よし、オッケーオッケー。一回下げます。一回下げてからの回復してもう一回必殺打つっていうね。あれ？諦めましたね。もう一体いますよね、でも。
まあでも多分こっち勝てるかな、こっちもキャラいるんでね、まあ、マキシマをこう使い回して、長期戦に持ち込むつもりやったけど、向こうの方が諦めたということでね、勝ちましたねまあ勝ちは勝ちかなってことで、今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。